いやー、どうしようどうしよう。いやー、失敗したなー。まさか、あるって。嘘。マジかよ。マジか、うん。皆さん、おはようございます。今日は12月4日朝の7時40分ですね。土曜日のこんな朝にどこに向かっているかと言いますと、新型スイッチが店頭販売されるということで、とりあえずツタヤさんに行ってみようかなと思って今車を走らせております。超眠い。朝日が眩しい。昨日電話したらね、入荷するか未定ですって言われたんで、ちょっと不安なんですけど、まあ一か八か行ってみようかなと思ってます。もうずっとさ、スイッチ買う買う言って全然抽選当たんないんすよ。そろそろ欲しい。そろそろ買いたいっす。とりあえずめちゃくちゃ眠い。ツタヤさんがね、2店舗あってどっちに行こうか迷ったんですけど、とりあえず近い方に行きます。朝日が眩しい。ツタヤさん9時オープンなんですけど、今7時55分ですね。誰も並んでないんですよ。ちょっと不安ですね。誰も並んでないっていうのが不安だな。聞いてこようかな。ちょっと今8時15分なんですけど、マジで誰も並んでないんで、もう1店舗もっと大きいツタヤが近くにあるんですよ。ちょっとそっち行った方がいいかなと思うので、そっちのツタヤさんに行ってみたいと思います。いやー、ちょっとね、とんでもないことが起こりましたよ。もう少し大きな店舗のツタヤさんに行ったんですよ。開店20分前ぐらいに着いて、何人か人も並んでて、こっちはありそうだなっていう感じだったんですよ。で、お店開いて店員さんに聞いたら、まだ入荷してないと。で、今日入荷するかもわからないって言われまして、なんで人並んでたんやっていう話なんですけど。で、最初の店舗のツタヤさんに電話したんですよ。そしたら、あるって言うんですよ、在庫。じゃあ最初の店舗で待っとけばよかったわーと思って、で今急いで向かってるんですけど、20分ぐらいかかるんでね、残ってるといいんですけどね。いやー、失敗したなー。いやー、どうしようどうしよう。ちょっとね、安全運転でね、急いで最初のツタヤさんに戻りたいと思います。またツタヤに戻ってきたんですけど、さっき電話してからね、もう20分以上経ってるんで、まだなるか心配なんですけど、到着したんで行ってみたいと思います。お店行ってきたんですけど、誰も並んでなくて、店員さんに聞いたらですね、なんと1個だけありました。1個しか入荷してなかったんじゃないですかね。これだけしかないですって言われて、で僕一番乗りだったんで、いやー、ついに手に入りましたよ。これでね、みんなとマリカーができますね。とりあえずこのご報告をあざみちゃんに早速したいと思います。ただいま。いやー、参った。待って、くれたの LINE 送ったんだよ。最初の伝えに行ったんですよ。うん、で、最初の伝えに電話したの。そしたら、あるって言う。うそー、どんなに言ったのに。そう、マジかよと思って。マジか、うん。ダッシュで向かって、安全運転で、ついて行ったらですね、ラスイチラスイチありました。ラスイチありました。知ってたじゃん。はい。おめでとう。ラスイチ、ラスイチ。でも、うん、そもそもなんとなくなんだけど、1個しか入荷してなかったっぽくて、その1個をさ、ツタヤさんだけが求めに行ったんだ。そう。おめでとう。ありがとうございます。これで皆さん一緒にマリオカートをやりましょう。ありがとう。お疲れ様でした。お疲れ様でした。やばっ。